日本代表3人対小学生100人の対決が始まりました。おっと一気に赤い方が群がっていく。清武がサイドを駆け上がる。一気にドリブルに行きました。清武から、さあ秀口少し近いところに溜めてくる。秀口さん、うわー、マジでこんな簡単にいけんの。一気にサイドを取られる。取られません。左サイド、これ寄せて山口、逆サイド、清武、イライザ、イライザ、サイド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 、サイむずいわ、誰が取っていいか分かんない。どっちのボールに乗る。キープしたのは日本代表、井出口がキープした。さあどうやって取るのか。井出口もキープしている。引きつけて、ある程度引きつけて、それでスペースができたところ、選手、内側選手を使うってのは大丈夫。山口、前に行った。あー、キックパス、キックパス、クリアできるか、クリアできるか、クリアした。清武のところ、清武から、井出口は、上じゃない？いやー